テレビ朝日政治部の、今野忍記者の解説中継のお時間でございます。今野さん、今日もよろしくお願いします。はい、寺川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっとだけ駆け足でさせていただければ、はい、いつも最後まで行けずに終わってしまってるんで。そうなんですよ。だから今日は野党までねちゃんとたどり着くように。ただそうですね、もうねどこが勝つかとかね、もう多分皆さん興味あると思うんでね、いよいよ始まったんで、分かりやすく楽しくね、どこが有利かって最後予想までねたどり着けるように頑張りましょう、うん、寺川さんね。そうですね、はい、でその中でまずはですね、はい、野田聖子さんがギリギリでの滑り込み出馬ということにもなりましたけれども、はい、そのあたりから聞いていければなと、はい、これ4人になって野田さんが滑り込んできて、うん、まずねその推薦人集めのところも含めて野田さん滑り込んできた経緯っていうのを教えてください。はい、そうですね、野田さんはですねもう私は出れないんじゃないかと思ってたんですけど、うん、これ4度目の正直で今回、はい、昨日のもう夕方くらいまで推薦に実は20人集まってる集まってないっていう情報がね錯綜してたんですけど、最終的に昨日の5時過ぎですよね、出馬を、決めたと、もっとギリギリ駆け込みで出てきました。うん、これ、はい、このギリギリでも集められたっていうのはどういうところに理由があったんですか。そうですね、一番大きかったのは理由2つあって、1つはやはり各派閥が 自主投票ですね、うん、今回締め付けをしなかったということ、はい、これなぜかというと野田さんってやっぱ無派閥なんですよ、この方は、派閥を持ってないので、これ推薦人というのは後でね寺川さん推薦人のやり取りもしようと思うんですけど、はい、これ推薦人になるってことはもう名前が新聞に載るんですよ、この人の推薦に私はなりますって、うんうん、で国会議員20人の推薦集める、これ派閥入ってる人はいいんですよね、派閥から集めればいいですから単に、はい、でも無派閥の人を集めようとなると、これ各派閥が自分たちでこの人を支持するって決めてたら、野田さんから頼まれてもこれ断るしかないじゃないですか。あ、そうです、ね、推薦人出たら自分でまず派閥の親分に許可もらわなきゃいけないけど、それはバカ野郎って言われちゃいますし、はい、で自分の選挙で講演会とか自分の支援者にも説明しなきゃいけないですよね、うん、そういったのでなかなか今までは締め付けとかがあって出れなかったんですけど、今回派閥が自主投票になったと、はい、いうことで、その締め付けが弱かったことと、で一番大きかったのはですね、これねやっぱ石破さんが出なかったことですね。なるほど、はい、というのは石破さんが出なかったことによって、やはりこれはですね推薦人、野田さんの推薦人見てみるとよくわかるんですけど、二階派が8人入ってるんですよ。ほうほうほう。あとは前回石破さんを支持した竹下派の参院平成権、竹下派の参院議員がやはりかなりの人数入っていて、やっぱり石破さんが出なかったことによってぽっかり空いたところのですね推薦人の人たちをうまく取り込むことができて出れるようになったと、うん。ただこれは寺川さん、僕よく昨日聞かれたのが、なんで国民の世論の人気が、はい、大体毎回世論調査2位とか1位になる石破さんが出れなくて、ね、野田さんが出れたんですかって僕よく聞かれたんですけど、はい、昨日から今日にかけて、これはもうある意味簡単で説明しちゃうと、はい、別に石破さん出れたんですよ、出なかっただけで、うんうん、どういうことかっていうと、石破さんは 出ることはできたけど、出ても今回勝ち目がなかったと、うん、で石破さんっていうのはもう過去にもう今まで4回総裁選に挑戦してるので、はい、今回5回目出るとなってやっぱ勝たないといけないってなったんですよね。そうですよね。だけどやはり河野さんが出たことで、自分と1位2位でいつも世論調査で人気に伏してる河野さんが出たことで、うん、やはり石破さんっていうのは国会議員には人気あんまなくて、前回も30票も取れなかったぐらいですから、うん、去年菅さんと戦った時ですね、はい、で石破派も今17人ぐらいって、もうそもそも推薦20人足りないぐらい少なくなっちゃってるので、うん、やはり党員票頼みだったんですけど、はい、やはり河野さん出ればその党員票かなり割りますから、いい勝負してもやっぱり石破さんが勝つってのはかなり難しかったかなということがあって、うん、石破さんは引くと。それで、うん、まあだからこれですよ寺川さん、J ウォークってバンドに何も言えなくて夏って歌があったの覚えてます？ちょっとごめんなさい、ちょっと歌ってもらうわけにもいかないですけど、何もその歌の中にね、はい、私にはスタートだったの、あなたにはゴールでもっていう歌詞があるんですよね。ほうほうほう。こういう歌だからまさに石破さんにとってはもうこれ総裁選に出るってことはスタートに過ぎないんですよね。はあ。でも野田聖子さんにとってはまあゴールって言った失礼だけども、出ることが目標だったから、はあ。そこの違いなんですよこれは。なるほど、はい。まあ、どこを目標にしてるかっていうか、そうです、そこです。そうだから石破さんにとっても出て負けたら政治生命関わるとか話ですけど、うん、野田さんやっぱり今回3回挑戦して総裁に出ることに挑戦して3回出れなかったと、で4回目やっと出れるって話なんで、ちょっとそこの違いがあったんで、なんでだ石破さんが出れなくて野田さんが出れたのって言ったらそういう違いですし、でその石破さん出ないことで空いたところで推薦にうまく野田さんがはめ
潮目が変わったってことだと思いますね。もちろんね、それで野田さんが総理にならなくていいと思ってるわけではないとは思いますけれども、もちろんです。出たからには今度は勝ちに当然いきますから、はい、まあ、私にはゴールなのって言ったらちょっと失礼な話で、でやっぱり実力非常にある方ですからね、これからどんどん、まあ、やっていくと思いますよ、この人も、はいはい。それでね、先ほどちょっとちらっと一瞬映ったんですけれども、はい、推薦人名簿っていうものがね、もうこう、はい、公になってまして、野田さんの推薦人名簿をパッと見たときに ね、はい、今その二階派の人が入ってるなんて話もあったんですが、こうパッとやっぱ一番目引いたのは推薦人代表、はい、三原淳子さんなんですね。そうですね、これちょっと意外だったんですけど、これどういうメンバー構成なんですか？これはですね、やはり三原淳子さんっていうのはどっちかというとかなり保守のイメージが強い、はい、ことをですね、ネットなんかで発信してたんで、まあなんかね、意外だっていう方も多いんですけど、実はこの人、うん、やっぱ野田聖子さんって結構面倒見のいい方でですね、姉御肌で、はい、女性議員をこの例えば三原淳子さんも初当選もしくは当選する前から結構面倒見てたらしいんですよ ね、やっぱ女性議員同士のこうつながりとか絆があったので、はい、今回もやっぱり駆けつけたっていうの形だと思いますね。それとあとはやはり二階派が多いのはやはり今さっき説明したような通りですし、はい、特徴としてあと参院議員が多い、だからまあ言ってしまえば三原淳子さんプラス、二階派参院平成系連合みたいなのがこれ野田さんのやっぱりあれじゃないですか、推薦人の構成かなと思いますね。これその、まあ、どちらかというと狙いがあるとか、はい、まあ派閥という、まあ、観点で違いを出したいとかそういうことよりもとにかく20人集めるっていうところで、注力した結果こういったメンバーになったって感じなんですか？おっしゃる通りです。もう野田さんの場合昨日の夕方までギリギリまでやってたので、うん、推薦人に狙いを出すというよりはもうとにかく20人集めることに必死だったっていうのが本音だと思いますね。なるほど。そうなってくると他の3人の候補者の推薦人、はい、これも明らかになってるわけで、はい、なんでしょう、こう どういう名簿に見えるのかというか、まあ、それぞれのこう、まあ、思惑だったり、はい、なんだろう、見え隠れするそれぞれの、まあ、戦略といいますか、はい、そういったものってのはありますか？ありますよ。もうこれあれですよ、演説20分聞くよりも推薦人名簿見た方がですねよくわかるのは、一言で言うと河野さんはやっぱり キーワードですね、キーワード改革、うん、で岸田さんが安定、はい、で高市さんが保守だと私は思いますね。なるほど。でどういうことかと言いますと、まず、順番に言うと河野さんか、はい、届け出順と河野さんかな、この人やっぱり若手中堅が非常に多いですね、当選4回以下が衆院議員の11人占めてるんですよ、この推薦に20人の中で、はい、で特徴的なのは、菅首相、菅総理、菅総理がまあ今日あれですか、先ほどですね、河野さん支持をね表明したので分かるように、菅さんのまあ側近というか、仲のいい園田周光さんとかですね、無派閥で、あとは菅グループと言われていた衆院議員が3人入ってますね。で無派閥4人いて、そのだから菅さんのグループが4人と、もう一人は伊藤達也さんという方なんですが、これはもともと石破派にいた方です。石破さんに近い方だから、かなりその改革っていう河野さんの看板に沿った感じで、若手中堅とやはり菅さん石破さんの色が出た推薦人というのがという布陣だと言えると思いますね。なるほど、まあね、こう表明するときにはだいぶ保守を強調してはいたものの、やっぱりそこにはまあ改革ありきだというところがあるということですね。そうですね、やはりまあこう推薦に見るとやっぱり保守というよりやっぱり改革マインドのある人が集まってるんじゃないかなと、私はこれ見てるとね、名簿見てる限り思いますね。もちろんね、麻生派とか細田派も入ってますから、安倍さんの支持、細田派ですね、はい、まあ、そういったことも入ってますけど、それでもやっぱり当選回数が、ね、若い人が多いし、やっぱり河野さんらしい名簿になってるんじゃないですか、これは。なるほど。その色の濃さという意味では、その改革をこう断行していくんだぞというような感じが見え隠れです。そうですね。その他の2人どうですか？岸田さんやっぱり私安定って言ったように、ここはやはり20人のうちですね、岸田派は2人しかいないんですよ、自分の派閥から出したのは2人、はい、残り18人を他派閥からもらうことで、やはりかなり派閥横断、党内からまんべんなく支持をもらっているというのをアピールしたいというのは戦略だったんじゃないかなという感じしますね。特に細田派、安倍さんが出身母体の細田派とかですね、麻生派、竹下派って三大派閥から4人ずつもらっていて、で見てみると当選で見てもベテラン中堅若手のバランスも非常になんだ整えているというか、なるほど、岸田さんらしい名簿だなという感じしますね、これもね、はい。そして高市さん、高市さんやっぱり保守ですよね、ここもやっぱり高市さんらしい名簿になっていて、やっぱり安倍さんの全面支援を受けているだけあってですね、選択的夫婦別姓ですか、あれ、はい、あれにですね、非常に慎重で一緒に戦ってた山谷恵理子さん、元拉致担当のとかで最多7人が細田派、
安倍さんが出身してたあの細田派から推薦人が出ていて、あの二階派の江藤誠一さんっても非常にこれ安倍さんの盟友ですよね、うん、あの非常に安倍さんと関係深い方が入っていて、無派閥のこの古谷圭司さんという方、はい、この方もですね、あの安倍さんの盟友ですね、あのであの男系の維持、あの皇室ですか、はいはいはい、皇統維持では男系を非常に重視する議員で、非常に保守の方が並んでいるのが特徴だと思いますね。なるほど、まあ、何かこう名前パッと見たときに、まあ、僕もそこまで国会議員に詳しいわけじゃないですけど、あのやっぱり名前こう聞いたことある人が多いっていうのは高市さんのところかなっていう感じがちょっとしますけれどもね。そうですね、うん、あの比較的やはりこの青山茂春さんという方もね、保守のオピニオンリーダーみたいな方ですし、はい、あのまあ、安倍内閣で閣僚やってた方が多いから、ちょっとあの、うん、寺川さん的にあ知ってる人いるのかなっていう感じが出てくるのもあると思いますね、はい、あのベテランの当選回数多い方多いですし、はい、うん、そういう意味じゃあその河野さんのところであんまりこう、知ってる名前がちょっと少ないかなっていうのは、うん、当選回数少ないこうある意味若手と呼ばれるような人たちが名を連ねてるっていうのが明らかになってるってことですね。はい、おっしゃる通りだと思います。なるほど。でこれで、まあ、野田さん滑り込みで4人になりましたと、はい、こういろんなとこ見てるとこれで一気に混戦になったっていうふうに言われてるわけですね。そうですね、もう大混戦でしょうね、これね、これはどういうことなのかっていうのをちょっと教えてほしいです。どういうことなのかと言いますと、そのなぜこの野田さんが入ることによって混戦になるのかという、はい、そうですね、これだからそこがやっぱポイントで、そうなんです、はい、あの総裁選のやっぱルールに関係してくると思うんですけど、野田さんが入ることによってこれもうほぼ決選投票になることが確実になったと言っていいと思うんですよね、うん、はい、と言いますのも、まず立候補します、4人しました、うん、投開票するけど、あのルールが今回は国会議員は383票、はい、で党員票383票で初選は同等なんですけど、うん、決選投票ではこれ見ていただくと分かるけど、383票の国会議員に対して都道府県票が47まで減っちゃうんですよ、うん、なるほど、8分の1になるんですよ、うん、こうなってくると、だ一番野田さんが出たことで今割りを食ったって言われてるのは河野さんの陣営なんですよね。どういうことかというと、あの河野さんの陣営っていうのはやはり河野さん国民人気が非常にあるの で、はい、そうですね、小泉進次郎さんも石破さんも入りましたから、はい、でどっちかっていうと、だからこの一発でできれば決選投票に行かない、過半数取っちゃえば決選投票行かないですからね、うん、決選投票に行かないで一発で終わらせようっていうのは多分河野陣営の最初 の作戦だったんですけど、これ4人出るとさすがにね、過半数を1人取ったら相当難しい話になるの で、まあ、そうですね、ほぼ決選投票に間違いなくなったと思うんですよね、うん、ですからこう野田さんが入ったことによってその辺 の、まあ、ほぼ決選投票確実になって、あのじゃあ今度決選投票に誰が上がっていくのかみたいな話が今後焦点になっていくのかなと思いますね、うん、なるほど。これね、はい、なんとなくですけども、うん、っていうことは、まあ、野田さんをこう無理やりにでも、まあ、同じ自民党の中での、うん、あのね、先週も先々週もこれローカル選挙ですからっていうのは、ね、はい、河野さんおっしゃってましたけど、うんうん、まあ、自民党の中で総裁を決める、はい、でこう誰がトップに立つのかっていうのは、うん、その先の、まあ、次の選挙に大きくこうあの関わってくるという話をずっとされてますけれども、そう、ね、はい、そう今話だと人気があるのは、河野さんなわけですよね。人気が、まあ、国民人気が高いのは河野さんでしょうね、うん、でその人気ある河野さんをトップに据えた方が選挙は戦いやすいってこうなんとなくこうすごく素人目には見えちゃうんですけど、そうですね、あのもしかするとちょっとやばいかもしれないって感じになってくるわけですよね。そうですね、だから寺川さん鋭いですね、そのおっしゃる通りで、やっぱりここには自民党内の世代間闘争みたいなのあったんだと思いますよ。なるほど。やはり河野さんになれば一気に代替わりする、はい、あの世代交代が進むんじゃないかっていうのは当然ベテランは心配しますよね、うん、はい、特に同じ派閥の麻生さんがあの出るな許すけど支持するのは岸田と河野太郎だっつって自分の派閥から出るのに河野さんじゃなくて岸田さん支持してもいいって言ってるわけですから、もっと言えば高市さんでもいいよって言ってるわけです。自主投票なわけですから ね、はい、でこの麻生さんってのはあの85歳まで国会議員やりたい人なんですよ。あ、そうなんです、ね、今82歳、あのなぜかって言ったらおじいさんの吉田茂さんが85だったんで、あの人おじいさんに憧れてるっていうかね、おじいさんが一つの大きな、はい、なんていうんですかね、自分の中の大きな存在なんでね、うん、そういうのもそういった世代交代に対するあれもありますから、うん、世代間闘争的な色合いもあるんですよね、今回の総裁選というのは、はい、まあ、そういったところで、うん、まあ、そのただ人気があるとかそういう話ではなくて、はい、こう結構バッツリ割れてしまうようなところが出てきたってことですね、はい、ですからまず地方票をこれから4人は取りに行くと思うんですよね。はい、あの20日、実はこれ総裁選って29日投開票だけど、はい、
もうあの地方票に関してはですね、20日ぐらいで大体終わるって言われてるんですよ。ほうほうほう。というのは全国の党員にこれ郵送で配るんですよね、まず、はい、113万人ぐらい自民党にいるんですけど、それを郵送で返却するのにもう20日ぐらいには実はみんな郵便局に出しちゃうって言われてるんですよ。はあ、そうなんです。そうするともう20日過ぎていくら地方票を掘り起こそうとしてもみんなも郵便終わっちゃってる可能性あるんで。なるほど、はい、で自民党にって大体113万人ぐらいいて、はい、国民のだから100人に1人ですよね、ええ、でイコールやっぱり国民世論ではないんですよね、うん、だいたい6割4割ぐらいが業界団体が多いって言われてるんですよ。はあ、例えば郵政ですとか、はい、JA 農業団体とか建設とかですね、うん、いろんな業界団体があってそこで看護師会とか日本医師会とかですよ、うんうん、歯科医師会、そういうところのやっぱり業界でみんな党員になってる。あんま僕ら寺川さんちなみに自民党員ですか？いや僕違います。違いますよね。私もやっぱり、はい、あんまりサラリーマンとか都会で働いてる人自民党員という人あんまりいないと思うんですよね。あんま周りでも聞いたことないです、はい、だからやっぱ業界団体がやっぱり6割半分、うん、半分までいかん4割とか3割って言われてるんですけどね、これ公表してないね、うん、自民党が割合は、で残り6割は議員のノルマなんですよ、うん、1人国会議員1人1000人集めなさいって言われてるんで、ほうすると何が起きるかっていうと結構これいい加減なところあってですね、もうと例えばどっかの社長頼りに頼んで社長さんにお願いして、うん、そこの社員みんな党員にしたりしてたりするんで、あそういう実は自分が自民党員って分かってない人もいるかもしれないですよね。あ一般党員、そうなんだ。だって僕さっき僕さ先週ですね、私 あのある議員の秘書のとこ行ったら俺、5票持ってるって人いましたからね。5票持ってる、要は業界団、自分で会社でお願いした議員のノルマの票で、はい、そのままだからお願いして党員になってもらったからそこの会社にまとめて届くみたいな。だから、まあ、公職選挙法って自民党の選挙ないですから、別にプライベートセクターの選挙ですから ね、はい、我々がなんか学級委員とか選ぶの選挙と変わらないですよこれ。そうですね、日本の総理大臣選ぶ選挙とはいえですよ、うん、だから割とそこはアバウトなところもあるんで、これなかなか読み切れないけど、ざっくり言って業界団体はやっぱり岸田さんが強いと思います。ああそうなんですね、はい、やっぱり宏池会って岸田さんの派閥には、遺族会とかですね、はい、そういう今言った薬剤師連盟とかの出身ボタンした議員がいらっしゃるんですよ、うん、でさらにやっぱ経団連に昨日岸田さんが言ったのはやっぱり業界団体票狙いですよね、あれ、うん、で一般の党員だとやっぱりこうやはりあれじゃないですか、河野さんで人気あると思いますし、高市さんだってかなりこれ保守層根強い人気あるし、安倍さんが全面支援してますからね。そうですよね。ただ自民党層コアな支持層に対して岩盤支持層って言われた人はみんな高市さんに入れるでしょうし、はい、で野田さんもやはり女性局とかで自民党のやっぱり地方の女性議員に野田さんファンって多いんですよ、もう聖子ちゃんファンみたいな感じで、うん、だからそれ女性議員とかを地方の自民党の女性議員はかなりこれ野田さんに入れるかもしれないですし、うん、だからかなりこれはかなり今の時点ではですね、読むのは難しいですよ。なる、はい、なんかそれ聞いてるとね、はい、あの僕が5票持ってるなんていう人がいるっていうのなんかを聞いてると、はい、これもなんかこう、まあ、それを末端と言っていいのか分かんないですけども、こう広く根を張った、うん、結局なんか派閥争いみたいなところがあるってことですね。そうですね、だからまあ、うん、そうは言ってもまあ今ね5票あるって言ったけど、そういう人もいますけど、はい、まあ2001年ですか、あの小泉純一郎さんの時みたいに、うん、やっぱり自民党ぶっ壊して出てきて実務的に地方票で、ね、民意が反映した例もありますし、はい、まあ、来月選挙ありますから、うん、やはりある程度国民の世論とかみんな見て入れると思うんですよね、はい、党員の方々だって。だからそこまでなんていうんですか、全く乖離することはないと思いますけど、ただイコールじゃないよってことですね、世論と。これ今ちょっとコメント欄見てるとですね、はい、いざとなればひるまない人がいいっていうコメントが来てるんですね。あ、なるほどね。これどう思います？いや、それは大事だと思いますよ。こんだけ今やね、いろんなコロナで決断するのが非常に難しい時代になってると思いますんで、はい、やはり思い切って財政出動するったって、うん、お金はもう国債するしかないわけですし、そうですね、でコロナですいろんなことをですね、なんだ、規制とかいろんながんじがらめなところをですね、医師会、既得権益とかにもね、切り込んだりしなきゃいけないこともあるでしょうから、はい、ひるまないってのは非常に大事だと思いますね。はい、あとね、もう一つ来てるの、はい、河野さんは1回の投票でないと勝てないのっていうのが来てるんですが、これ先ほどのね、今回の選挙システムを見ていくと、はい、上位2人で決選投票をやるわけですよね、はい、そこに河野さんが残ったとして、誰が相手だと厳しくて誰が相手だと大丈夫っていうのはあるんですか？そうですね、これもなかなか難しいと思うんですけど、やはり、うん、誰が相手でっていうよりもですね、まあ、はい、最後のですね、やっぱり岸田さんだと議員票っていうのは難しいのかなと。うん、決選投票だと今これね出てるように圧倒的に議員票が有利 で、 そうですね、で岸田さんだけが、岸田派46人はまあ岸田派さんじゃないですか、岸田さん含めて、はい、だから基礎票を持ってるんですよ岸田さんってのは。なるほど、うん、で
河野さんってのはやはり麻生派が最後どこまで事務所麻生派がやってくれるのかってのありますから、うん、基礎票を持ってればやっぱ岸田さんやや有利かなと私は思いますけど、はい、ただこれ無記名なんですよね。そうなんですよね。だから前回前々回はカツカレー食い逃げ事件ってあったんですよ。カツカレー食い逃げ事件、はい、何かっていうと要は書くときに分かんないじゃないですか。誰書いたか別に誰が誰書いたか分かんないですよね。分かんないですね。で安倍さんと石破さんであの時は決選投票というか総裁選やったんですよ、1対1で、はい、それで安倍さんのところで最後になんだ出陣式みたいなことやったんですよね。ほうほうほう。みんなでカツカレー食って験担ぎで、はい、まだ当時コロナじゃないですから、ホテル仁王谷の部屋に集まってカツカレーを食ったんですけど、はい、用意したカツカレー議員が用意したカツカレー333食は確か売れたんですよね。結構出ました ね。だけど実際安倍さんに入った票って329票だったんですよ。なるほど。4食食い逃げしたやつがいるって言って、当時の誰とは言いませんけど萩生田さんという方がですね、はい、当時の選対の幹部で許せないってそう怒ってたのを僕覚えてるんで、だから結局何があって言ったら、これカツカレー食うに行って俺安倍さんやりますよって言っても、本番で石破って書いてもいいし白票でも別に、まあ、手の動きで分かるっていう人もいますけどね、はい、まあ、だから嘘つくこともできるわけですよ、出てきてから。まあそうですよね、うん、だからそのよっぽど最後の演説とかがいいとひっくり返す可能性ってあって、うん、もっと言っちゃったと民主党時代に決選投票で、はい、ひっくり返すというか、ジャケットを脱ぐことでですね、うん、意思を示したっていうのもあるんですよ、はい、どういうことかっていうと決選投票って、まず最初に初戦やりますよね、4人で出て、はい、で決選投票に過半数誰もかんと決選投票になります、例えば誰さんと誰さんでなりますってなった時に、各派閥はキャスティングボードに言いたいからまとまって今度動く可能性があるんですけど、うん、あんまりそこに時間の感覚ないと支持を徹底できないじゃないですか、はい、自分の兵隊たちに、はい、であの時民主党は2011年に前原誠司さん、野田佳彦さん、楓田万里さん、馬淵澄夫さん、鹿野道彦さんで5人出たんですよね、今と似てるんですけど、はい、で誰も関数いかなくて楓田万里さんと野田佳彦さんで決選投票になったんですよ、うん、でキャスティングボード握ったのがまあ、あの時小沢さんか反小沢さんかで分かれてたんでね、で反小沢が野田佳彦、小沢さん、うん、新小沢さんが楓田万里さんで、中立だったのは鹿野さんのグループだったんですよ、うん、で鹿野さんグループやっぱ40人ぐらいいて、はい、鹿野さんグループはどっちに乗るかでその時の総理、民主党代表がもう与党でしたから総理が決まるっていう時に、鹿野グループは何したかっていうと、鹿野さんがジャケットを脱いで野田さんに決めたっていうですね。なるほど。だから僕らも後ろで見てた、ジャケット野田さん脱いだら、あ、野田さん、鹿野さんが脱いだからもうどよめきですよ、おお、脱いだ脱いだ野田さんだみたいな。はん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 。だから今回も、4人でやって決選投票誰か上がった時に、はい、そんなにですね休憩時間空けないんだったら派閥の支持徹底できないから、今だったらスマホでひょっとしたら LINE でグループでも作っといて派閥でやるかもしれないし、誰かがいやもう本当でもそのレベルだってことですね。その中で小野さん、ちなみに演説はどのようにご覧になりました？演説はですね、皆さんさすがによく練って準備してやってたと思いますよ。だって野田さんなんて昨日の昨日決めても今日ねあれだけ、はい、政策を全般的に話してたわけだから僕はすごいと思いましたけど、まあ、強いて言えばあれですが、河野さんがもうちょっとこう改革とかぶっ壊すっていう方に触れてもよかったのかなっていう感想を持ちましたけどね。身振り手振りで非常に政策分かりやすく言ってましたけど、はい、岸田さんはどうでした？岸田さんやっぱ安定の岸田さんでしたよね。かなり岸田さんはその行く、はい、演説今日のだから記者会見とか演説する前の出陣式ってやったんですよ朝、はい、そこでは時代が求めてるリーダー私だって力強く言って、おついに岸田さん覚醒したかと思ったんですけど、なんか演説割と結構原稿を読むいつもの岸田さんに戻ってたんじゃないかなと。ただやっぱり新しい資本主義で格差是正するとか、はい、やっぱり政策通であるところは見せつけたと思いますけどね。まあでも確かにね、今の、与党第一党の総裁がまあ、別に改革派である必要があるのか分からないし、ね、逆に保守派である必要があるのか、はい、それも本当にいろいろな意見が多分あると思うので、そうですね、おっしゃる通りですね、はい、だから本当にその安定感のある岸田さんがいいと思う人が多くなるかもしれないし、はい、まあ、しかもね、その世代間闘争もあるなんていう話を聞いたら、これ本当にいよいよ蓋を開けてみないと、まあですね、無派閥層だけじゃなくて、はい、派閥に所属してても若手で、いやここはちょっと改革だって、はい、もしかするとね、カツカレー食い逃げじゃないですけど、はい、そういうふうに乗っかってしまう人もいるかもしれないというような、そうです、おっしゃる通りです。だから本当に蓋を開けないと分かんない。もう一個これ最後にちゃんとここまで行かなきゃいけないという今日のね、はい、課題です、はい、野党、はい、
これ今どういう状況でどういう主張をしていて、はい、今の狙いどういうところにあるのか、そしてこの総裁選どのように見ているのか、はい、この辺りいかがですか。野党はですね、まず総裁選に関してはもうあのコロナ対策だ、総裁選にうつつを抜かすなと、うん、だから全て9時から5時までは仕事をしてくださいって言ってますね。なるほど。やっぱコロナ対策等に専念してくださいと。で、はい、総裁選やりたければそれは自民党っていうプライベートセクターの選挙なんだから5時からやったらどうですかっていうのを、うん、あの非常に批判をしています。で、自分たちこそが野党だから政策実現できないですけどね。ただ、はい、あの毎日あの政策をですね、あの今日も確か子どものすぐできる政策っていうのをまず打ち出していて、それは例えば今日だと子どもの受験生にもワクチンを優先して打たせるべきだとかですね、はい、そういうあの政策を日々枝野さんが発信しているのと、うん、もう一つあのすぐにできることとは別に自分らが政権取ったらできることとして、うん、あの選択的夫婦別姓の賛成とか、はい、LGBT の平等法案とかですね、うん、自民党政権では賛成する人はいてもできなかったこと、はい、これ私たちはやりますよっていうような発信にあの日々努めてますね。なんかそう考えるとね、やっぱりその、この総裁選の後にある選挙に向けて、はい、まあ、着々と準備をしているっていう印象なんでしょうか。そうです。おっしゃる通りで、あの枝野さんが言ってるのはもう自民党総裁選は準決勝だと。準決勝。決勝戦は私と、まあ、あの新しく決まる新総理、うん、新総裁と の, あの衆議院選挙、選択政権選挙で、そこであの決勝戦をやりましょうっていうのは枝野さんのメッセージですね、今、うん、野党第一党立憲民主党の。まあ、確かにね、その9時5時はちゃんと働いてくださいみたいな、はい、あの話とか、まあ、ちゃんとコロナのことやってくれっていうのを強くこうメッセージとして出したいというような、ね、はい、雰囲気というのはずっとここのところ枝野さんからも感じるところはあるわけですけれども、うん、これをね、あのある程度やっぱりもっと国民にこう届けてないと選挙は厳しいでしょうね。そうですね、あの、まあ、届けるために今は毎日発信してるんですけど、やっぱりね、こうなる前に月1回しか記者会見しないとか情報発信にここに来て、ね、急に舵を切った感があるので、やはりまあ日頃から、ね、情報発信もちょっとこうあの SNS 含めてやっていた方がより響いたと思いますけど、でも、まあ、今野党はです、ね、あの選挙区の一本化も進めてますし、はい、着々と戦う体制は野党も整えてきていると思いますよ私は。そうなってくると、はい、もうあの後の選挙もどうなるかわからないっていう、もうそうですね、ここから先はね、だいぶ、まあ、世の中の情勢としてはコロナで結構こう、まあ、特に飲食店だったり、まあ、そういったところがこう逼迫しているようなところもあるし、ね、経済も回ってないというところが多くあると思いますけれども、うん、まあちょっと行方は本当に神のみぞ知るって感じにもなってきているのかもしれないという。いや、寺田さんおっしゃる通りで、はい、あのもう10年、ね、15年1回のこれ総裁選になると思います。その後には衆議院選挙でね、うん、あの野党も前回よりは少なくとも体制整えてきてますから、はい、あの非常にこう、ね、2つの大きな選挙っていうのはこれなかなか、ね、10年20年に1回あるかないかの大きな日本の締めになるような選挙だと思うんで ね、 そうですね、ぜひ皆さ ん、 なんだ興味持って、ね、やっていただける。ちなみに寺川さん誰推しなんですか、あの総裁選は。いや、まあ誰推しっていうのはなかなかアナウンサーで言うの難しい、はい、ところなんですけど、す、ね、僕はどっちかっていうと、はい、物事を、まあ、例えば会社の中とかでも、うん、あの、うん、ある程度こう新しいものに変えていくっていうのは、あの改革していくっていうのは非常に大切なことかなって思うタイプです。それぐらいにしておきましょうか、ね、そう、分かりました、はい、ちなみに河野さん、はい、これあの今回の総裁選、はい、河野さん見て、はい、結局誰が優勢なんですか。いや、だからこれ難しいです。僕は今の時点で私の勝手な試験で取材で言うならば、やっぱりさっき言ったように決選投票になることはほぼこれ間違いないと思うので、はい、ちょっと基礎票を持っている岸田さんが今の議員の数でいったら有利かなと。なるほど。あとはだから河野さんがどうするかですね。もう爆発的にあのどっか舵を切って、うん、もう派閥ぶっ壊すとか言ってやるとかですよ、例えばですよ、うんうん、それぐらいやるのかどうなのか、うん、でもしくはあの最後の演説で流れが変わったっていうのも過去の総裁選とかありますから、はい、逆に小池百合子さんがこれ党違うけどあの排除しますって言ってね、一気に失速した例もあります、はい、まだまだこれ29日まで時間ありますから、今の時点ではまあ基礎票を持っている岸田さんややリードかなというのが見えなくもないですけど、これからいろいろ討論会とかやっていけばまだまだで、高市さんも非常に伸びてますからね、やっぱ安倍さんの支持があって非常に政策通ですから、うん、はい、ね、野田さんだってあのやっと出れて終わりでしょうと思ってたら、うん、ここからやはり彼女のこれまでの蓄積、はい、3回出れなかったけどやっぱりずっとやってきたあの、うん、彼女の政権構想ってのは相当頭の中にあるみたいなので、うん、これやっぱり誰がどうなるのかっていうのは最後までちょっと見届けないとわからないところがありますね。2012年もやっぱ安倍さんが勝つとは思わなかったですからね、
石破さんの方が地方票を取ったし、石原さんのは議員票を取ったけど安倍さんが最後勝ってますから、うん、これあと総裁選のルールもちょっと複雑なところありますから、はい、ルールとこの4人のいろんな化学反応で誰が勝つのかっていうのは本当に 見えてこないと思いますね。大体政治記者の予想は野球評論家のペナントレースの予想と一緒ぐらい外しますから、まあ当たんないですからね、当たんないですからもう皆さんもね、いやこんな寺川こっち 10人野球評論家がいたら、まあ2人、はい、1人当たったら大したもんだなぐらいの感じですもんね。そうなんですよ、やっぱ変数が非常に多いんでね、もうこんなや寺川こうしたけど俺はこうだってね、自身皆さんもね、今日夜明日盛り上がってもらえればと思いますね、はい、そうですね。中にはね、コメント欄には、うん、菅さんと対比すると河野さんみたいなものをはっきりバッツリ言うタイプがいいのかなって、支持されるのかなっていうのを言ってる人も今いますけれども、そうでしょうね、うん、やっぱり説明の仕方がどうしても口下手だったんで、菅総理というのは、はい、次の総理はみんな説明責任とか野田さん見えるかって言ってますし、はい、岸田さんもやはり非常に説明をしっかりしていく、丁寧にやっていくっておっしゃってますし、一つそういう国民との対話する能力っても一つの争点に今回はなってくると私も思いますね、うん、そこは、はい、まあ、ですからここから先その、まあ、河野さんももっとこう何か演説だったり人の前で喋るときに、うん、もっとこう改革を色濃く出していくのか、それともやっぱりちょっと保守とのバランスを狙いにいくのかっていうところでも大きく変わるかもしれないと思います、ね、そうですね、そこが僕一つあるんじゃないかなと思いますね、やっぱりね、小泉純一郎さんがわーってやった地滑り的勝利出したような、はい、やっぱ熱量とかパワーがないとなかなかですね、やっぱ今のなんていうんですかね、こう安定とか求めない岸田さんになりますからね、分かりやすくやっぱ改革の方に舵を切るのか、だから人事でバランス取ればいいんですよ、自分はもう改革ってキャラがいたんじゃないですか、河野太郎は。だったら官房長官を岸田さんみたいな人にするから大丈夫ですよっていうような安心も与えつつも自分は突っ走りますっていう方が僕は河野さんらしいのかなって個人的にはしますけどね。なるほど、その他にもね、非常にこうやっぱり日本を守るためには保守だと思っている人たちもこう、はい、こう非常に固くいるわけで、うん、高市さんかもしれないし、そうです、高市さんもね、これまでの思い重ねて、うん、総裁選で羽ばたくかもしれない、はい、野田さんかもしれないし、本当にこの先は分かんないな、はい、ということが、ね、はい、今日の中継でよく分かりました、はい、だからもうみんなでね、こんなに混戦なかなかないんでね、やっぱり10年に1回だと思うんで、はい、皆さんで、ああだこうだ言いながら楽しんでるの、ね、日本の総理リーダーを、ね、選んで、まあ、その後選挙ありますから、その後政権選択選挙ありますけど、はい、まず当面の、ね、日本のリーダーを選ぶ選挙ですから、関心興味持ってですね、で、はい、選挙があるってことは世論の影響も当然しますから、うん、皆さんの声も届けばですね、これ動きますから、ぜひ、ね、はい、興味持ってみんなでああだこうだ言いながらやっていくといいのかなと。またじゃあ続きは来週か再来、はい、出れれば再来週か分かりませんけど、ね、寺川さんよろしくお願いします。またぜひ、はい、この河野さんの解説お願いいたします。あ、どうも本当寺川さんありがとうございます。また視聴者の皆さんも本当ありがとうございます。お付き合いいただき、はい、ありがとうございます。テレビマンなんだよな。河野さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼いたします。